お、なあ、くそ、なあ。マジか。そうだ。なあ、てめえ、おう。すぐに楽にしてやるぞ。およ。なんだこいつら、変身しなかったか。ああ、何言ってんだお前。勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。現実見ろよ、無職さん。俺だけ？まあいいや。へへへ、こっちの方が面白いや。おい、来た。ビビってしてみろな。ほらほら、放っておき。よし、行くぞ。ほら来いよ。やってみろ。見せてやるよ。暗いな。ほら来いよ。やってやろう。ほらほら、なめんなよ。行くぞ。なめんなよ。見てろよ、とっておき。よいしょ。ほらほら、行くぞ。ほら、じゃあこれ、とっておきだ。ほら、どうするかね。行くぜ。見てろよ。強くなった気がするぜ。強くなったか。へえ、やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だな。あ、さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか？あ？いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのか？まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて、敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか？思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称。なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。へへ、そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ。勇者になるぜ。まったく調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ、勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。おじさん、昨日僕誕生日だったんだ。え、そうなのかい。じゃあ何かプレゼントをあげねばな。それは別にいいよ。ごめんね、僕もおねだりするみたいになっちゃって。いやいや、その年の誕生日は一度きりなんじゃ。わしもお祝いさせてくれ。でもおじさんホームレスだよね。確かにそうじゃが、うん、おじさん生きていくのに精一杯でしょ。気持ちだけで十分だよ。ありがとう。そうか、翔太君は優しいな。ああ、そろそろ塾の時間だ。もう行かなきゃ。またね、おじさん。ああ、気をつけてな。探しに行くのは難しそうだし、あのじいさんにでも渡しておくか。ああ、何見てんの？俺のこと舐めるなよ。くらえ。とっておき見てろよ。よし、行くぞ。一つ上の男。絶好調だ。そんなに見ても何も出せやよ。しねえぜ。俺の番ね。とっておき。どうした？やってみろ、俺の番だな。見せてやるよ。どうするかね。勝ったな。いいな。ガンガンいけるぜ。おい。ああ。ふざけんな。いや。上がってこい。ほい、来た。見てろよ。来いよ。俺の番か。やってやろう。よし、行くぞ。じゃあ、放っておきな。行くぞ。俺の番ね。どうするかね。やめんなよ。よっしゃ。さあ、おとなしく捕まりな。あとチャック閉めろよ。いやー、春日さん、お手柄ですね。まあな。しかし、またなんでこんなに立ちションを。大自然に解き放つ解放感と、あっけなく流されていく切なさがたまんねえのさ。わかるだろう。全くわからん。さあ、あとは書で詳しく聞かせてもらいますよ。くそ、こんなことになるなんて。ご協力感謝します。おかげで犯人を捕まえられました。こちらがお礼です。また何か怪しい人物がいたらぜひ私にご連絡ください。ほら行くぞ。ふう、一件落着だな。お、そういえば俺も少し尿意が。いや、ちゃんとトイレに行かねえとな。いいな。なんか用かい？ダメだ、見てても何も出ないよ。久々に暴れてやるぞ。おい、来た。とっておき。してみろ。どうした？俺の番だな。見せてやるよ。この家、ゴミだらけじゃねえか。そこ一応質屋さんらしいのよ。え、質屋ってこれゴミ屋敷ってやつだろ。こんなとこで商売なんてやってんのか。うん、買ってる人は見たことないわね。あんまりひどいから役所の人が何度か説得しにここの店主に会いに来たんだけど、ここのものは全部店の商品だ、勝手なことをしたら訴えるって店主が言い張って、平行線みたい。こんなゴミが商品ね。匂いもひどいし虫も湧くしで、私たちも困ってるのよ。なんとかしてほしいんだけどね。確かに近所にこんなのあったらきついよな。なんとかなりゃいいんだが。覚悟しろよ。おしゃしねえぞ。よし、行くぞ。おら、手を抜けよ。なめんなよ。こいつで問題ねえぜ。俺の番か。よし、勝ったな。シェなんだ。いや。んだと。なんだ。待てよ。おう。おい。おい、来た。かかってこいよ。見てろよ。俺の番だな。痛めつけてやるよ。見せてやるよ。どうするかね。ほら。よし、いざ。かかっておきな。俺の番ね。とっておき。強くなった気がするぜ。まだ成長できるとはな。はい。よっ。ありがとうよ。えっ？ You?決まったか。ええ。へえ。ああ。いいぜ。ありがとうございます。なあ。あんた、なんでそんなにゴミを処分したがらねえんだ。これはゴミじゃねえ。俺と妻の思い出なんだ。思い出？この店はもともと俺ら夫婦で切り盛りしてたんだ。大した稼ぎはなかったが、それでも楽しくやっていた。ああ、そういえば元はちゃんとした店だったらしいな。だがある日、家内が店番中に倒れてしまってな。発見が遅かったせいでそのまま死んじまったよ。上言で最後まで店の心配をしてたらしい。その時俺はといえば家内を置いて外で遊んでた。最低だよな。俺が殺したようなもんなんだ。俺が店にいればあいつは助かったはずなのに、その死に目にも会えねえなんて。ゴミさん、それからなんとか一人で店を続けていたんだが、客に商品を渡す時にふと思っちまったんだよ。この質草はあいつが鑑定したものなんじゃないかってな。そう考え始めたら、この中にあるもの全てに家内の魂が宿っているように思えてきてよ。それ以来何かを捨てるのが怖くなった。あいつごと捨ててしまうことになるんじゃねえかと考えちまうんだ。そして気づいたらこのありさまさ。商品なんて言っていたが売る気なんかさらさらねえ。俺だってダメなことくらい分かってんだ。でもよ、あいつが触れていたかもしれねえ塵一つ俺はもう失いたくねえんだ。あんたの気持ちは分かった。嫁さんを失ったのは本当につらかっただろうな。だがよ、あんたの嫁が最後まで気にしていたその店ってのは今どこにあるんだい？俺は近所の人に言われるまでここが店だなんて分からなかった。どこを見てもゴミばっかりだ。二人で守ってきた大切な店がゴミに隠れて見えなくなっちまってるぜ。嫁さんの魂が宿っているとすれば、そりゃそこらに散らばってるゴミなんかじゃねえ。この店なんじゃねえのか？ゴミさん、お二人の大切なお店取り戻しませんか？キヨコ。業者の方は手配しておきました。近々撤去作業が開始されます。ご迷惑をおかけいたしました。それは俺よりも近所の人に言ってやりな。それでこれからあんたはどうするんだ？この店をきれいにしてまた質屋をちゃんと営んでいこうと思います。家内が守ってくれた大切な店です。どこかで見ていてくれるなら胸を張って見せられるように営業していかないと。そうか。それじゃそのうち俺も利用させてもらうぜ。春日さん、本当にありがとうございました。今日はうちの課長に堂々と報告ができそうです。これはお礼の気持ちです。福祉課だったか。あんたも頑張れよ。昇進したら炊き出しの豚汁の肉をもっと増やしてくれや。そうですね、頑張って掛け合ってみます。じゃあ俺はそろそろ行くぜ。またな。はい、それでは。俺もたまには片付けしねえとな。